はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三度モアブルの定理丸2をお送りします。で、今回はね、前回予告したように問題演習を3問やっていきますので、まあ、4問って予告したんですけどね、入んなかったんで3問やっていきますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずやり方、まあ、ド・モアブルの定理に関しては前回の動画でポイントで押さえてますので、いや、それ何の定理っすかみたいな感じの方はぜひ1個前の動画見てみてください。じゃあね、計算ミスしないように頑張っていきましょう。では、まずこのね、中身の部分、これを極形式に変える必要があるので変えていきます。で、ルート3とマイナス1、それぞれ2乗すると3と1足して4、ルートつけるから2ですよね。で、その2も4乗する必要があるんで、こう。で、ルート3対マイナス1です。ルート3行ってマイナス1落ちるから、ここですね。つまり、このマイナス30度。こっちで考えるんだったら330度になるんですが、これの時は別にマイナスでも OK です。0から 2π とか決まってないんでね。なので、コサイン、30度っていうのは6分の π です。6分の π。だから、マイナス6分の π。そして、ごめんね。もう癖でね、書いちゃうんだ。いつも、ノートで書いてるから。プラス、i サイン、マイナス6分の π。これの4乗と。これがド・モアブルですね。あ、これはじゃねえよ。ここから配るんだけどね。で、この4乗に関しては、こことここに配ることができます。なので、どうしようか。右に行った方が入るかな。いや、ここで行っちゃおう。ごめんよ。2の4乗差計算しちゃうと16ですね。で、ここ書き直すと、もうね、癖って怖い。コサイン、マイナス6分の π に4をかけます。だから、マイナス6分の 4π。6分の4は3分の2なんで、こう直すことができます。両方ともね。こうなります。で、じゃあマイナス、これコサイン、マイナス3分の 2π とサイン、マイナス3分の 2π を正しく数字を入れれば、あとはそれで終わりとなるので、じゃあマイナス3分の 2π 行きましょう。こう考えたときに、3分の2っていうのは、もしね、わかんなければ、π のところを180に変えれば OK。掛け算でね。そうすると120度です。つまり、マイナス120度なんで、まあ、ここですよね。120度。まあ、240度の場所です。だから、この部分のコサイン、x 座標はマイナス2分の1です、ここ。で、遠くなってるこっちがマイナス2分のルート3というのが分かったので、あとは値を入れちゃいます。先やっちゃおうか。16、カッコ、コサインの方がマイナス2分の1。こっちがマイナス2分のルート3。で、忘れずに i を書くと。右、まだいけるね。で、あと16、配ります。うん。配るとそれぞれ2で約分できるので、マイナス8、マイナス、8、ルート3、はい、入ってる。入ってる。OK。これで終了となります。で、最初のここをね、マイナス6分の π、マイナス30度で考えましたけど、330でやってももちろん解けるんですよ。解けるんですけど、その後に4をかけてしまうので、数がでかくなっちゃうんですね。で、でかくなっちゃうよりは、できればこれ、まあ、プラスマイナスを取った時の数、6分の π っていう数がちっちゃい方が計算はしやすいです。と思って、自分はこっちを使っちゃうんですけど、もちろん330の方でやっても構わないからね、そこは任せます。では2番行きましょう。まあ、同じようにやっていくよ。まず2乗すると1と1足して2なんで、ルート2が来ます。で、マイナス4乗ですね。で、1対マイナス1です。1対マイナス1。今ここはね。つまり、マイナス45度です。場所が。つまり、くっそ。またやらかした。
コサインマイナス4分の1、4分の π か。なので、マイナス4分の π、プラス i サインマイナス4分の π と。で、マイナス4乗。で、今丁寧に書いちゃってますけど、どうせマイナス4かけるじゃんって分かってるから、もうここでいきなり π って書いちゃっても構わないですからね。一応説明で書きたいんで、今1行ちゃんと書いてますけど。で、ここです。で、地味にちょっとここ気をつけなきゃいけなくって、ルート2のマイナス4乗。で、これは先に、まあ、多分ね、何通りかパターンがあると思うんですよ。解く順序というか。でも自分がよくやるのは、前回もやったように、ルート2っていうのは2の2分の1乗なんですよ。だから、書こうか。2の2分の1乗。これルート2ね。それのマイナス4乗なのね。で、ここって掛け算ができるから、つまり2のマイナス2乗なんですよ。で、マイナス乗っていうのは、マイナスを外した分の1ってこうなります。逆数だからね。っていうのは2の2乗分の1だから4分の1みたいな。丁寧にやるんだったらそうなる。もちろんあらかたね、頭の中でやってもらっても構わないですし、ルート2の4乗は4だよなって。で、マイナスついてるから分数にすればいいや。逆数ね。にすればいいや、みたいな。でも構わないんですけど。まあ、こうなります。で、ここ書きましょう。中括弧だね。あ、中括弧じゃないね。よいしょ。マイナス4分の π とマイナス4を掛け算するんで、π になりますね。こう。で、π っていうのは180度です。一応書きましょうか。180はここね。つまり、コサインはマイナス1です。ここ、マイナス1。サインは y 座標0なんでなくなります。つまり、こっちなしね。今回は。消えます。だから、コサインとこにマイナス1を代入すると、4分の1かけるマイナス1なんで、マイナス4分の1で、これで終了となります。で、3番ですね。で、3番はパッと見たときに、あれってなるんですけど、こういう形で出てきたら、まず中身を、まあ、有理化というか簡単にしちゃいましょう。なので、どうしよう、ここちょっと開けたんで、そこ使おうか。ちょっと切りますね、ここね。マイナス1プラス i 分の2。で、これ直し方は、ルートと似てるんですけど、ここのね、i にくっついてる符号を、変えたマイナス1マイナス i を分母と分子にかけます。こうやってね。そうすると分母の方は、まあ、公式使うと1マイナス i の2乗となります。で、上はそのまんまね。マイナス1マイナス i こうか。で、i の2乗っていうのはマイナス1なので、ここをプラス1に変わります。マイナス1だからね。ってことは2分の5でしょ。2と2が約分できるから、結局これマイナス1、マイナス i しか残らないんです。まあ、括弧入れなかったね。ってことは、これは、マイナス1、マイナス i のマイナス6乗と、まあ、上と似てるよね。っていうふうに変えることができるんで、こっから普通にやっていきます。では行きましょう。それぞれ2乗して、まず、ルート2のマイナス6乗ですね。で、マイナス、1の、これは書こうか。マイナス1のマイナス1、ここですよね。つまり、ここが45度ゾーンなので、まあ、こっちの方が近いからこう行こうか。45度ゾーン。つまり、130、マイナス135度ですね。に、マイナス135度。で、これを直すと、まあ、慣れてきたらね、覚えちゃうといいんですけど、180分の135っていうのは、45で約分するので、4分の3になります。つまり、コサインマイナス4分の 3π プラス i サインマイナス4分の 3π これのマイナス6乗と消しましょう。こうなります。ちょっと右下がりになったかな。あと1行いけるね。で、ここですね。で、これもさっきと同じように考えます。これと2の2分の1乗なんで、こう切ると2のマイナス3乗になるんです。これ約分するね。2のマイナス3乗ひっくり返すから2の3乗分の1。2の3乗は8だから、これ8分の1になります。ここで、こっちかけていくと、コサインマイナス6とマイナス4分の3かけると2分の 9π プラス i サイン2分の 9π
9倍とこうなります。で、2分の9倍なんですけど、もちろん角度に直しても構わないんですが、一周2倍ですよね。一周が2倍で、一周したら全部角度というか値は同じじゃないですか、一周するとね。つまりこうなった時に、ごめんよ、ここ30度って場所ありますよね。30度も一周足して390度も値は同じなんですよ、コサインもサインも。だからこういう風に数がでかくなった時に、もちろんかけて何度って表しても構わないんですが、2倍分をどんどん引いちゃうといいんです。一周戻す感じで、今2分の9倍でしょ。2倍引くとごめんね、2倍って2分の4倍だから、これ2分の5倍、これも値同じなんです、コサインとサインはね。で、もう一回2分の4倍引くと2分の π。これ全部同じです。つまり90度ゾーンね。まあ、角度で表してもわかるんだけど、2分の9倍はさ、わかりやすいんだけど。もし数がでかくなっちゃったら、2倍分を引いてしまうと値は出しやすくなります。まあ、わかりやすいかなと。で、2分の π って90度だから、つまりここです。で、ここのコサイン、x 座標は0だから、こっち消えます。今回。で、サイン、y 座標は1だね。つまりここに、1が入るのでごめんね、 i が残るから、これにくっつけて8分の、あ、待っていいんだ、8分の π となって、これで終了となります。 π じゃないよ、ごめん、それ今書いててあれって思ったんで、ごめんよ。あ、違うね、ここが消えるから i が残るんだよね、失礼、8分の 1i になります。申し訳ない。まあ、結局は前回やった、まあもね、練習問題2問とやってることは同じなんですけど、ちょっとね、こうマイナスが入ってきたりとか、前にこう数字がめんどくさいのが出てくることも結構多いので、そういったところのミスをね減らすように、こう定期テストだったら必ず出される問題なので、まあ落とさないようにぜひね練習してみてください。では今回は高校数学の数三ドモアブルの定理丸2をお送りしました。今回はね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回丸3でまた問題演習やるんですけど、1問だけ問題演習をやります。ちょっと途中式ね、めっちゃ書かなきゃいけない問題なんで、多分1問しか入らないんですけど、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。